輝き始めたアーティストたちの音楽と言葉を聞く原石。大阪を拠点に活動しています、ここで生きてるぞです。ギターと歌を歌ってます、オリュー渡るです。ドラムボーカルのソルジャー陽介です。ボーカルベースの石崎司です。バンド名決めるので結構悩んだというか、ここで生きてるぞっていうワードは司がそのレコーディングした曲を聴いてたらとかでも聴いてたらみたいな感じで、バンド名なんとなく言ったらいいじゃんみたいな、志みたいなものはもう決まってたんですけど、やっぱりその形として名前にするってなるとやっぱり難しいので、後から見ればそれがちょうどここで生きてるぞという名前に集約されてたのかなっていうふうには思いますね。僕が出身が高知でバンド やってたんですけど、続けれんくなってどうしようかなってなった時に、都会って時間の流れめちゃくちゃ早いじゃないですか。人も多くて移り変わるものも多くて、そこでしか表現できんもんがあるんじゃないかなとか思ったり、もうちょっと行き急いでやりたいこと全部やろうと思ったっていうのがこっちへ来るきっかけだったと思います。就職とかももうもちろん決まってるっていうかっていう状況で、今しかできることがないのはバンドだなと思って、まだその時21歳だったから、21歳の中の常識みたいなでしか動けてないなくて、たまたま そのバンドもなくなっちゃって、誘われたら本能的に新しいことやってみようって結構軽い気持ちできたらこんなことになって、ね、あのテレビに出演とかになっちゃったよね。ちょっと選択して選んそのやりたいことをやってるわけだから、結果的には良かったかなっていう。